はい、今日の本題ですが、えー、今日で41歳になりました。でと,とですね。2024年2月21日に私41歳になりました。もうね、この日本に生まれをして41年間生活してきたということでね、大分県というところで41年間も生活してますね。すごいですよね。人生の半分以上を大分県に捧げてるってことですもんね。えー、まあ、そんな感じでね、まあ、お祝いはね、 皆さんお祝いしてくれるのは全部クラファンでお願いします。もう私基本的にね、誕生日祝ってもらうの実はあまり好きではなくて、え普段は隠してます。あの、誕生日プレゼントとか花とか、お祝いの言葉とかもらってももうぶっとしいじゃないですか、正直。皆さんもそう思ったことないですかおめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうって、はい、はい、ありがとうございます、はいって感じじゃないですか。返さないといけないしね。 なんですが、今回はもうクラファンしてるんでね、これはもう真摯にありがとうございます皆様というね、お気持ちで私はね、答えさせていただいております皆様本当にありがとうございます。え、できたらね、え、支援1000円でもいいんでしてもらえると嬉しいなと思ってます。あと誕生日にね、関して私が考えてることを今日語りたいなと思うんですけど、まあ、あの誕生日ってなんか祝い事みたいになってますよね、風潮的に。でもこれって、親に感謝すべきだと思うんですよ。 だってこの日に産んでくれた親が一番苦しんだ日じゃないですか。まあ言うたらおかんですよね。一番苦しんでたのは。おかんがね、腹を痛めてね、分娩台でね、気張りながら産んでくれて今自分の体があるわけじゃないですか。その時の苦痛にね、やっぱ感謝だなって思うんです。そして今までね、まあもちろんその二十歳ぐらい超えてはもう義務じゃなくなってるからね、自分で歩き出してはいるのかもしれないんですが、やっぱ18年間くらいは大体親のすね、かじってると思うんですよ、皆さん。 まあもちろん早い人もいますけどね。俺は10歳だっていう人もいたら15歳で独立してるぜってやつもいるかもしれないです。ひょっとしたら早かったらね。と思えば、えー、まだね、家で、えっと、おとんとおかんのね、すねに寄生し続けてるね、ニートもいるかもしれませんし、全員が全員ね、その人生はいいと思うんです。そのやり方でね。ただ、親には感謝するべきだと思うんですよね。だからね、皆さんも誕生日には、おとんとおかんにね、ありがとうと。 伝えてみてはどうでしょうかまあ、毎年大体ね、おうちのおかんがね、誕生日おめでとうとか LINE してくるんでね、いやいや、いつもありがとうございますって返そうかとね、思っております。私もですね。まあ今日はね、あのー、おかんに感謝する日。まあ音にももちろんそうですけどね、そういう日だと私は思ってますので、皆さんもね、自身の誕生日っていうのは、自身が祝われるようなことをね、あのー、錯覚するんじゃなく、ちょっと違うんですよ。自分の親を祝ってくれと。そういう風なね、試みでいてほしいなと。 思います。誕生日っていうのは自分の親がね、感謝されるべき日なんですよ。自分が感謝される理由なんかありますかなんでね、あの、毎年毎年、誕生日だ、うおーいって言って、その日、その人を祝わないといけないんですかこれもね、はっきりっただのマーケティングですからね。あの、ケーキ屋さんのマーケティング、お菓子屋さんのマーケティング、誕生日プレゼントを買わないといけないっていうね、いろんな商店のマーケティングですよ。お祝い事にすればね、 商品が売れるんで、イコール今日の私のね、このボイシーの題名も、私のクラファンのマーケティングなんですよ。ね。出た腹黒い高し出ました。ありがとうございます、皆様。というわけでね、もうこれ聞いちゃった方はね、もう次のチャプターのクラウドファンディングのところ、ポチッとなしてもらってね、 ぜひとも1000円でいいんで、もう支援してもらえれば、私泣いて喜びますんで、もちろんお金持ってる方はね、もっと支援してくださったらもう、<coughs> めちゃくちゃ喜びますね <coughs>。というわけでね、皆さんも誕生日というね、えー、自身のあり方と使い方というのをね、改めて、えー、再認識してもらえれば嬉しいなと思っています。まあそもそもね、結婚式とかもそうなんですけど、<coughs> 自分を祝ってくれっていうのってちょっとテイカーじゃないかなって私思うんですね。誕生日だからっていちいちアピールするのも、え、だからどうしたの物欲しいのってやっぱ感じる人多いと思うんですよ。まあ、純粋にね、おめでとうって言ってくれるだけでいいですし、おめでとうっていうのもま、あいいんですけど、おめでとうぶっちゃけ言われてもどうかなって思いません。なんか、おめでとうっていう言葉をですね、皆さん気を使って発してるのもぶっちゃけめんどくさいんですよ、実は。 いや、これ、あのね、そんなことないよって思う人いるかもしれないですけど、冷静に考えてみてください。じゃあ、1日に10人知り合いが誕生日おめでとうって言ってきて、その人に誕生日おめでとうございますって送るの結構苦痛じゃないですか、実際。もう、苦痛ですよね。10人目ぐらいになった時に苦痛って思った時点で、あのー、皆さんがやってることって苦痛なんですよ。これね、認めたい、認めないといけないと思います。あの、そんなことないよっていうのはね、あのー、ちょっと自分を偽善しゃぶってるんだと思うんですね。ここは、あのー、よーく冷静に考えてください。となるとですよ、 自分が誕生日の時に、誕生日おめでとうって言ってもらうの、ちょっと気の毒じゃないですかちょっと気まずいですよね。私はそういうあのタイプです。正直、あのー、誕生日プレゼントくれたりとか、 あの、祝ってもらうのは、それは嬉しいですけど、嬉しい反面、この嬉しいには、申し訳ないのは勝っていて、さらにはいらないものをね、もらったりした時には、誰も不幸に、ああ、誰も幸せにならないんですよ。オール不幸になっちゃうんですね。だから、オールウィン設計としては、別に誕生日が来ても、その人は自分でアピールしない。そして、あげる人も気を使ってあげない。実はここが、原点なんですよ。または誕生日となったら、 その両親のね、ことを知ってるくらいの人がその両親のことをお祝いする。これが私ね、あるべき姿だと思うんですよ。誕生日の。その人の誕生をね、別に祝う理由ないと思うんですよね。だって人生もう60年から80年生きるんですよ。その人に80回生きてね、まあ、地球人口、まあまあ自分の知り合いだけでいいんですけどね、10人いたら800回同じことしないといけないんですよ。 だからね、もうほんと誕生日を祝いするというのはもうめちゃめちゃ関係性があって、お互いにウィンウィンを構築できるという構図があるのなら、仕組みがあるのなら、それはいいと思うんですけど、これ、 ほとんどの人ないと思うんです。まあ、要は私もないんですね。例えばじゃあ私が誕生日です。ご藤健先輩にお祝いしてもらったとしましょう。ね。で、私は今度ご藤健先輩にお祝いを仕返すわけですよ。この連鎖って、まるでさ、クラウドファンディングをし続けてお互いに支援し続けてるようなもんじゃないですか。ね。まあ、そう、クラウドファンディングとかはま、プラットフォームさんが手数料を持っていくんで、あの、プラットフォームさんがニヤニヤしちゃうんですけど、もうこのね、 あの、お祝いするっていうのは確かにいいことなんですけど、物をいらない同士が集まっていたら、これはやめたほうがいい。これはやめたほうがいいですね。もう特に私とかも物いらないし、正直花なんかもらってもマジでいらないし、物をもらってももうほんと迷惑だし、ケーキなんかもらっても、う何の嫌がらせなのって思いますもんね。あとよくわかんないね。えー、誕生日プレゼントもらった時一番困るじゃないですか。はい、どうぞ。えーと、トーテムポールとかね。 まあ、というわけでね、急に切り替わるんですけど、電話が鳴ったんで、あの誕生日というのはね、どういうふうに過ごすか、何が正解なのかを改めて考えてみるというのも、面白いんじゃないかなと思いました。えー、今日私の誕生日なんでね、改めてこういう振り返りになると面白いなと思って、こういう話をしています。誕生日というのをどう使うか、えー、それはまた次第でございます。というわけで、今日も他者貢献な一日を、まあ、まだ次のチャプターあるけど。